はい、こんにちは。今回は第28回ということになりますね。ちょっと赤い線がまたついてますけど、これはもうどうしようもないです。消えないので我慢してください。それでは行きます。The mood this morning throughout America was uncompromising. アメリカ中を通してこの今朝のムードは uncompromising だから妥協を許さないものだったと。まあ、これ太平洋戦争でですね、多数の犠牲者がね、アメリカの方でも出たと。まあ、前の放送でもありましたけども、平均週に5000人ぐらいが亡くなってたということで、The enemy in the words of one commenter must be hit with everything we got. で、まあ、ある、まあ、ラジオのコメンテーターの言葉では、敵、すなわち日本は、everything we got、我々が持っている全てのもので攻撃されればならないと。まあ、当然これは通常兵器だけじゃなくてというニュアンスですよね。もう、まあ、当時はもう一般の人はね、アメリカが原爆を開発してたら知りませんでしたけど、とにかく、まあ、ある武器は全部使えと、こういうことですね。Alexander Sachs knew that everything we got was likely soon to include an atomic bomb. で、またこのアレクサンダー・サックさんが出てきましたけども、有志家の方で、まあ、ルーズベルトの友達である人ですけどね、この方は、Everything we got、 私たちが持っているもの、アメリカが持っているもの全てというのは、おそらくこれは原爆を含むだろうということを知っていた。なんでかというと、5 years after first calling on Roosevelt to authorize its construction, Sachs now wanted the president to put a curb on when and how the bomb would be used. で、5年、ちょっと5年後って書いてます。5年前に彼が call on to ですから、ルーズベルト大統領に対して authorize ってのはこれ許可するってことですね。its ってのはこれは原爆ですよね。原爆の製造を許可するようにルーズベルト大統領に、まあ、要請してした5年後にということは、5年前には彼はルーズベルトにですね、原爆を作った方がいいということを助言したみたいですね。ただその5年経って今は彼は大統領に put the curb on って書いてますから、これは抑制するというかね、ちょっとやめると、カーブする、ちょっと、抑止するというか、抑止じゃない、止めるというかね、 when and how the bomb will be used、いつどういうふうにして The Bomb、 この場合原爆ですねが使われることにちょっとこう制限をつけてもらいたいと、こういうふうに思ってた。だから無条件で使うのは良くないと。まあ Everything we got だから、ほんと原爆もね使わなきゃいけないかもしれないんだけども、まずその5年前に作った方がいいと助言した後に今ではちょっと考え変わってるわけですよね。いつどのように使うかに対してはちょっとこう制限つけた方がいいんじゃないかと、まあ、大統領にそう考えてもらいたかった。それは何でかということですよね。それが次のところですね。The financier had been successfully lobbied by the group of scientists beginning to have second thoughts about the weapon. The financier はもうさっき言ったこのね、アレクサンダー・サックさんですよね。この有志家の方は、まあ、ロビー、まあ、活動を受けたと、ね。誰によってかというと、group of scientists、科学者のグループ。で、彼らは、Have second thoughts って書いてますけど、これはちょっとこんな人いいのかなというね、second thought っていうのはこうちょっと考え直すってことですよね。About the weapon って当然核兵器、原爆ですよね。原爆についてちょっとこれ使っていいのかなというふうな考え直し始めている科学者のグループによって、successfully だから非常なロビー、まあ要するに圧力を受けて、まあ、成功率に圧力を受けたということは、そういった科学者の考えになびいたということですよね。はい。で、ちょっとこう下に移動していきますよ。ちょっとこれ長いんですよね。ちょっとここまで行きます。で、次行くと、Among them were Albert Einstein and Leo Szilard, who had been so vocal in 1939 about the need for America to equip itself with an atomic arsenal.で、デムっていうのは当然これはグループオブサイエンティストですね。その科学者の中には誰がいたかというと、あの有名なアルバート・アインシュタイン。ね。それからレオ・ジェラードっていうんですか。この人はよく私は知りませんけども、この二人がいたと。で、彼らは、who had been so vocal in 1939、だから1939年で非常にボーカル、まあ、声高に言ってたんですね。何についたかというと、About the need for America equipped itself with atomic arsenal. Atomic arsenal ってのは、まあ、核兵器庫というのは近くで、要するに原子爆弾のアーセナルですから、まあ、
まあ、原子爆弾のこと、まあ、原子爆弾のいっぱい持つということですよね。まあ、もともとアーセナルというのはこう武器庫みたいな意味ですからね、要するにたくさんの核兵器を持つべきだという、それでもってアメリカをエキップ、要するに装備するというんですかね、まあ、持つ必要、アメリカがそういうことをする、このトゥーエクエップは前のニードにかかってきますよね。そういう必要性について1939年には超えなかったということは、1939年にアルバート・アインシュタインとレオ・ゼラートと、これどちらも物理学者でしょうけども、原爆を作れって言ったわけですね、アメリカが。ところが They now argue that the world situation has changed。 ところが彼らが今主張していることは、世界情勢が変わったと。どういうことかというと、 The Nazi capability to produce atomic bombs could beDiscounted、 ナチスドイツが原爆を作るそういったケイパビリティ、能力ですね、それを今ではもうディスカウントすべきだと、ディスカウントされるだろうと、こういったわけですね。まあ、ディスカウント、もちろん割引のディスカウントもありますけども、この場合は何て言うんですかね、価値が減じるっていうんですかね、そういう、まあ、能力がものすごく減少してると、ね、してるはずだと。当然これ44年あたりっていうのはもうナチスドイツがどん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 後退していく時期ですからね、でこれは、もうそういう能力がないだろうと、ね、で They believed Japan could be beaten by conventional weapons、まあ、そういうことを考えると、もう日本は、まあ、さっき前回もやりましたけど、日本軍、特に空軍はもうね全部使い切ってないと。こういうことがいくと、日本はコンベンショナルウェポンですよね、通常兵器でも倒せるんじゃないかと、 B と、まあ、当然任すことができるんじゃないかということですね、はい。で any brief military advantage that the nuclear bomb would bring America could be outweighed by political and psychological losses、まずここまでが主語の塊ですから、あ、違う、何やってんですか、ここはじゃなくて、どこですか、ブレングメリカ、ここですか、ここですね、主語の方、核爆弾がアメリカにもたらすいかなるブリーフ、まあ、短いミリタリーアドバンテージ、時間的に短い軍事的に優位、これはアウトウェイってのは何々に勝るって言うんですよね、いいとった原型ですけども、倍化によって勝るだろうと。ということは、倍化の方が比重として大きいと。何かというと、political and psychological losses、政治的、そして心理的な損失の方がアドバンテージよりも大きいだろうと。なぜアメリカが原爆を使うことによって、それに対する批判ですよね。その方が大きいんじゃないかということですよね。はい。それが次にちょっと書いてますね。The damage to American prestige, argued Zillard.could be immense if the United States were the first to drop the bomb. で、このゼラードというこの物理学者が主張したことは、アメリカのプレスティージに対する、まあ、権威、名誉っていうんですかね、に対する損害っていうのは、immense、ものすごい大きいものになるだろう。もしアメリカが最初に drop the bomb、原爆を落とす国になった場合と。ですね、何々する最初の時は必ずこう不定詞で受けますよね、こういう時はね、関係ないしじゃなくて、はい。まあ、当然世界からいろんなことを言われるということですけども、これは物理学者、科学者が言っていることだって、当然政治家にとって大事なことは戦争を終結させようということですよね。でそれ、今の話に続いて、 If America did so, then Einstein foresaw a worldwide atomic armaments race。もしアメリカがそうしたら、すなわちもしアメリカが drop the bomb したらですね、did so っていうのはね、もしアメリカが原爆を投下したら、その時にはアインシュタインは foresee の、これ過去形ですね、予言すると、世界的な、原爆の armaments race っていうのは軍事競争ですね、軍事競争が起こるだろうということを予想したと。まあ、実際にそうなりましたよね。世界のいろんな国が、まあ、いろんな国というか、基本的には国連の常任理事国プラス今ではイスラエルとかね、パキスタンとかインドとか北朝鮮とか、それからイランとかね、まあ、イランはちょっと今どこ、ちょっとやめてるのかどうか実際分かりませんけど、まあ、いろんな国が開発してますよね。まあ、そういう意味でもうアーマメントレースになってますよね。はい。
アーマメントのはこれは武装ですよ。だからこれは原爆で武装する競争が、ね、原爆の武装戦争が起こっている、競争が起こるということを予想したということですね。3区までにちょっと下へ行きますと、アーマメントの反対は非武装ですから、ディサーマメント、ディスをつけると非武装ということになりますよね。はい、いきますか。もう一回ちょっと見やすいように画面をちょっと下げていきましょうか。うん、まあ最初はね、ここにもありましたけど、学者たちですね、特にアインシュタインなんか、この人はね、ドイツから来たユダヤ系の人ですから、当然ナチドイツに反対して、ここにも本部にも書いてますけども、1939年、これはナチスドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が始まった年ですけど、その時は原爆を作った方がいいと言ったんですけど、まあ、ドイツが負けてきだした時にはですね、いやもうこれはそれを使うと道徳的倫理的に問題あるんじゃないかと、だから日本に関してはもうこれ使わない方がいいんじゃないかという話ですよね。でこれ実際に広島に原爆を落とした時に、後で出てくると思うんですけども、科学者がその映像を見るんですよね、まあ、その時の反応がちょっと後でも後の方で出てくると思うんですけど、まあ、それはその時にまたやると思います。